石橋首相が、ね、石橋茂さんがなんかちょっとパフォーマンスというか裏金議員の非公認っていうのを始めて、旧安倍派の人たちからかなりの反発を食らってるって話なんですけど、非公認にするのはとりあえず6人なんですよね、決まってんのはね。まあ重鎮ですけどね、みんな萩生田さんと、まあ萩生田さんがなんていう の, あの象徴的って言われてますけどね、下村博文、西村さん、高木剛さん、あと萩生田光一さん、平沢勝栄さんなどなど。平沢勝栄さんは選挙強いんですよね。あの、まあ、ダントツでこうその地区下町の方でしたっけ、公認されなくてもあの絶対受かるだろうなと。まあ、萩生田さんもまあ強いんですけど、ここ最近萩生田帝国が2009年で1回落選したものの、その後4回続けて圧勝。7月の東京都議補選は裏金事件の直撃を受け、萩生田帝国と言われる八王子市の選挙で自民党候補が惨敗と。なんか小池百合子さんにいろいろね、支援というか、あの、助けを受けてますけどね。で、だからここの選挙区八王子には、有田芳生さんが立憲民主党から立つんですよね。まあ、ただ萩生田さんが勝つんじゃないのかな、なんて思ってますけどね、ここ。非公認はしてるけど、ここに、例えばですよ、あの、小泉純一郎の時みたいにね、じゃあ、郵政に反対するのは、郵政、民営化に反対するのは抵抗勢力だって言って、まあ反対した人たちが数人いたじゃないですか。亀井さんだったりとか、あるいは野田聖子だったりとか。で、あの時資格立ててたんですよね。高市早苗さんだったりとか、まあ、小池百合子さんだったりとか、まあだからそれがちょっと、話題になったりとかしたけど、でもさすがに今回資格立てないんですもんね。公認しないというだけで、あの、公認しない人たちがみんな選挙強いんで、有名人だし重鎮だし、だから登ってくるでしょうっていうことだと思うんですが、まあ一番厳しいのは比例代表に重複できないってやつ、そこの方が厳しいんじゃないですかって。小選挙区で、まあ、一応公認はしてもらえるけど、比例代表の方に重複できないってなると何人か落ちる人いる可能性が出てくる。特に言われてるのは丸川珠代さんですかね、7区から、東京7区から。 なんで丸川珠代さんが落ちるのかと言われると、この人くら替えなんですよね。もともと参議院なんですよ、大臣もしてて、もともとアナウンサーだし知名度はめちゃくちゃ高いんだけど、ずっと参議院だったからでも全然余裕で受かってたんですよ、トップ当選してたんですよ。小選挙区の衆議院になるとかなり厳しいという感じになってくるっぽいんですよね。今週にも当確予想が来てる中で、やっぱり丸川珠代さん出て、不記載総額が822万円だったのが、参議院からくら替え出馬を表明している丸川珠代五輪担当賞。この選挙区の一部である渋谷区では、昨年の区議会選で自民から自民が議席を減らしたの。一方、維新は新たに3議席獲得した。丸川氏の知名度をもってしても、維新の勢いにはかなわず、劣勢の評価となった。まあ、ただ、今維新も厳しいからどうなんですかね。誰が出た？東京7区ですね。丸川珠代、立憲から松尾三平人、維新で小野さんっていう人ですね。わかんないですね、ここはね。東京1区は厳しそうですね。東京24区の萩生田さんとこも、萩生田さん、有田芳生さん、立憲。あとなんか、蓮舫さんも出るっぽいですね。26区、蓮舫さん。な、立憲民主党から。ここ、元立憲の松原人志さんがいるんですよね。ここは結構厳しそうですよね。自民はね。自民多分ここ取れないでしょうね。いろいろ波乱が選挙起きると思うんですが、萩生田氏はインターネット番組で高市早苗さんを幹事長にお願いすべきだったと首相を批判していると。衆議院の結果次第で高市氏らを中心とした当確運動が一気に広がりそうだって言われてるんですよね。だから安倍派の人たちはもっと前もって言ってくれれば、もう党割って出てたのにっていうような雰囲気になってるらしいんで、まあ、ここで惨敗して、いろんな人たちが落ちて、まあ、選挙の強い人たちが残ってきて、まあ、もちろん高市さんとか萩生田さんは入ってくると思うんだけど、その時にどうしてくれんだよって、これを決めたのは誰だって話になって、まあ、石破茂、そして、
小泉進次郎とかね、怒ってかなり面白いような状況に入るんじゃないですかねと思うので楽しみにしてます。